週は太ももの前と腰回りのストレッチを行います。それでは気持ちよく体を伸ばしましょう。横向きに寝転び、姿勢をまっすぐに保ちましょう。上の足を後ろに曲げ、つま先を持ちましょう。膝を腰幅に保ち、その足を後ろへ引きます。太ももの前の筋肉を伸ばすことで血行が良くなり、足のむくみの解消や疲労の軽減につながります。呼吸は自然に行います。そのままの姿勢を10秒間キープしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足を元の状態に戻し、上の足を前にずらして腰を倒しましょう。両手を胸の位置で広げ、体をひねります。倒した足と反対側に顔を向けましょう。元に戻し、反対も行います。上の足を後ろに曲げ、つま先を持ちましょう。膝を腰幅に保ち、その足を後ろへ引きましょう。呼吸は自然に行います。そのままの姿勢を10秒間キープしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足を元の状態に戻し、上の足を前にずらして腰を倒しましょう。両手を胸の位置で広げ、体をひねります。倒した足と反対側に顔を向けましょう。呼吸は自然に行います。腰回りの筋肉を伸ばすことで腰痛の緩和や疲労軽減につながります。毎日少しずつ体を動かして、いつまでも元気な体づくりを目指しましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。